はい、全国の中学受験生の皆さん、こんにちは。中学受験専門プロ神戸指導塾の塾長の飯塚です。実は今日から中学受験専門チャンネルノア TV 開局しました。あ、先生はどうもありがとうございます。ありがとうございます。この時間まだ教室には子どもたちはいないんですけれども、先生たちが今気を利かせて拍手いただきました。ありがとうございます。この番組はですね、中学受験生の保護者の方、受験生の皆さんにですね、お届けする情報番組になっています。基本的には平日5日間ですね、月曜日から金曜日まで毎日、約10分間の放送になりますんで、いろいろなテーマで話していきたいと思いますんで、楽しみに見てください。よろしくお願いします。じゃあ今日は1回目なんで、通常月曜日はですね、中学受験に勝つための勉強法講座っていうのをお届けしていく予定なんですけれども、まあ、今日1回目なんで、ノア TV のご紹介を兼ねながら、どんなことをやっていくのかっていうことについてお話していきたいと思います。まずですね、曜日別にテーマ決まっております。月曜日は先ほど申しました通り、中学受験に関する勉強講座、例えば塾の活用の仕方とかですね、スケジュールの組み方、暗記物の仕方とかですね、どうやったらいろんなことを理解していけるのかなと、理論を頭に入れるにはどういうふうに工夫が必要かなっていうようなことについていろいろお話していきたいと思ってます。1日1テーマで話していきます。火曜日はですね、ノアではですね、今欧州館の中学受験専門の欧州館専門塾っていうのをやっていますけれども、人気の公立中高一貫校の特集を組んでいきます。水曜日はですね、今度過去問 TV っていうのをノアではオープンするんですけれども、この過去問対策シリーズをですね、やっていきたいと思います。過去問を活用することが第一志望絶対合格への鍵になります。木曜日金曜日は国語の特集をやっていく予定です。国語をクリアするにはですね、国語ってね、暗記科目じゃないんですよね。まあ、もちろん漢字とか慣用句四字熟語なんかは覚えていかなきゃいけないんですけれども、それ以外のところは覚えるところがないと。読み方、解き方でね、この知識をいかに活用しながらこの理論的なところをつかめるかっていうことをやっていく科目なんでね、木曜日は読み方、金曜日は解き方、記述の仕方についてお話している予定になっています。これがノア TV の月曜日から金曜日のラインナップになっています。ではね、次は質問コーナーっていうのをね、毎日やっている予定です。今中学受験専門プロ神戸指導塾のあのホームページの中にはですね、よくある質問とか受験生に対するお悩み相談のコーナーやっていますけれども、これね、今までノアはね、面談重視の塾なんですね。ですんで保護者の方とか子どもからよくある質問をですね、まあ、いろいろ私飯塚がお答えしてきたんですけれども、それのアンサーをずっとまとめているのがホームページ。あ、これ生放送らしいですね。今教室で今やってるんで、90分授業ですね、ノアは。ですんで、90分に一度こういう鐘が鳴っちゃうんですけれどもね、まあ、これ生放送ならではということで、このノア TV を見ている皆さんからですね、もうですね、どんどん中学受験に関する勉強法とかですね、お悩み受け付けていきますんで、ノアのホームページからでもいいですし、これ生放送やってますんで、どんどんですね、教室の方にお電話でもいいですし、リアルタイムでお問い合わせもどんどんしてきてください。それに対して私飯塚が直接お答えしていきます。あとはですね、もう一つワンポイントレッスンっていうこの1分間のですね、コーナーをやっていく予定です。これは国語で言うと四字熟語とか慣用句、ことわざですね、あと社会とか理科の暗記のポイントなんかをですね、1日1つ1分間で、お伝えしていくコーナーです。じゃあ今日はね、1回目なんで四字熟語やってみようかなと思います。出ますかね。お、出ましたね。今日は悪戦苦闘、僕も今悪戦苦闘しながら生中継してますけれども、悪戦苦闘という四字熟語は、ね、非常に有名な四字熟語なんでみんな知ってるかなと思うんですけれど、今のこの俺の状態ですね、これ悪戦苦闘です。
悪戦苦闘とはですね、一応テキスト見てみますと、強敵相手に苦しんで戦うこと、困難に打ち勝つこと、困難に打ち勝とうと一心に頑張ること、まあ、受験生の皆さんとか今のこの生放送をしている俺みたいな状態ですね。この状態を悪戦苦闘です。悪戦苦闘しっかり頭に入れてください。悪戦苦闘しながら今ワンポイントレッスンをお届けしました。はい、明日の予告いきましょうか。明日はですね、火曜日なんで、人気の公立中高一貫校の特集をしていきます。火曜日はですね、実はアナウンサーの梶千代子さん、来ていただくことになっています。この梶アナウンサーですね、まあ、女性のすごく綺麗なアナウンサーなんですけれども、僕が去年、梶さんの番組にゲストで呼んでいただいたときにちょっと仲良くさせていただいてですね、それがご縁で、このノア TV の火曜日パーソナリティを務めていただけるというふうなことなんで、明日梶アナウンサーが出ていただけますんで、皆さん必ずチャンネルを合わせてみてください。今日は悪戦苦闘しながらお届けしましたけれども、まあ、基本的にこういうふうな感じでね、毎日10分間、平日10分間やっていきます。まあ、生放送ということで教室の中でもね、やってるんで、まあ、生徒なんかもね来てるときは生徒にゲストにね出てもらおうかななんていうのも考えています。じゃあ今日は悪戦苦闘しながら第1回目、皆さん見ていただいてありがとうございました。明日も見てください。またね、さようなら。ありがとうございます。